今一押しのコンテンツということで路面凍結予報が出てきます。こちらからタップして見ていきましょう。この画面からですね、雪のエリアを確認することができまして、路面が凍結するかどうかを調べることができるようになっております。 GPS がついておりますので、千葉美浜マークが出てきましたけれども、このようにカーソルを動かしてみることができます。ただちょっと今日調子が悪いですね。下に行かない下に行かないんですけれども、なんでですかね。会場で停滞しております。もう少しなんですけどね、頑張ってください。もう少し南下すると京都なんですけれども、もうちょい、でもコツをつかめてきましたよ。こんな風にこんな風にこう、皆さんもぜひカーソルを動かしていただきたいと思います。これでギリギリ、なかなか、もう少しなんですけれどもね、南下してください。よいしょよいしょ、こんな感じで見ることができます。あ、来ましたよ、舞鶴市来ました皆さんちょっと汗かいてきましたまあこのようにカーソルを動かしていただいて、路面が凍結するかどうか判別することができますので、ご利用ください。